雑務ってなんかいろいろありますけど、私とか一番辛いのはあの経費精算とスケジュール調整なんですけど、うん、もう僕スケジュール調整はしてないんですよ。俺は人に任せるっていう方法でやってますけど、それだって佐々木さんの生産性を考えたら全くあの無駄ですよね、うんうん、そうですね。この方の質問に答えると3年とかで変わりますよね。意外と僕は早く来るんじゃないかと僕のその生き方がすごく最適化して未来の生き方みたいになると思うんで、ただそれがいつ来るかわからないっていう。だって家とか辞めるとかまだ想像できないでしょ。でも引っ越して断捨離して気持ちよかったでしょ。堀江さんって時代の何年先行ってんでしょうね。分野によると思うんですけど。そうそうそう、だから分野によるし、だから何年経ったら理解されるのか。例えばテレビ局を買おうとした理由とかって未だに誰も分かってないんで、何十回何百回って説明してんだけどピンとこないみたい。12年前とかです。まだ理解されてない。カーシェアとかは逆に分かりやすいんでしょうね。なんか体感しやすいっていう。俺街に出ないから目につかないから実は気づいてなかったんだよね。いやでもほらスポーツの話だってそうじゃないですか。なんでスポーツが大事なのかとか、まあ、このオンラインサロンもそうだけど、オンラインサロン始めた時はなんかあんまりみんな理解してなくて、結局そういうの理解してたのって勝間和代さんとか岡田斗司夫さんみたいな人たちで、やっと私みたいな人が理解し始めたっていうところですよね、うんうん、僕はだからそういう人たちを逆にフォローしてるんですよ。イノベーターズオブイノベーターみたいな、簡単に言うと変な人、なんかもうどうなんすか、国家はなくならないと言いながら必ずその日本企業は戦えるんでしょうかとかっていう対立軸ですごく見るんだけど、企業という軸ではもう国日本がどうだとかいうのはさすがにもう陳腐だと思いますよ、うん、でもそれでもニュースピックスのコメントとか見てると、日本企業頑張れみたいな、日本企業だと無条件に応援しますみたいな。やっぱ日本企業は日本人しかほとんど働いてないように実際見えるので、イコールに感じるんでしょうね。だからソニーとかね、外資系じゃないですか実は、中身は。だけど日本の会社だから頑張れとかって言ってるのが面白いなと思って、逆に島国でみんな言葉も一緒であんまり外にも出ていかないし、なんか国のなんですかね、濃度が高い気がするんですよね。まあ教育システムの問題じゃないですか。それです、国民国家としてですよね、そもそもだからこういう質問がなんか陳腐だな、日本 vs 世界みたいな。日本 vs 世界じゃないんだけどな。世界を使うって発想がまああんまりないんでしょうね。 AI 時代の倫理を考えたりとかそういう話ですよね、どうみんなで AI をうまいことを使いこなしていくにはどうしたらいいのかとか、企画とかそのインターフェースを統一するとか、それ協力するためのものを作ろうよって多分なってるんだけど、なんか VHS 対ベータみたいな、あ、はいはい、なんかそんなイメージ、だからもうそういう状況じゃなくて、あ、オープンイノベーションって書いたのは、オープンイノベーションが多分キーワードになると思っていて、どういうことかっていうと、インターネットがこれだけ20年間でものすごい普及してほとんどみんなが使うようになったわけじゃない。それはオープンイノベーションのおかげで、インターネットを快適に使うためのプログラムコードとかをみんながオープンにしていって、例えばアンケートを作るアプリがあったとしたら、アンケートを作る最高級のアプリがあったらそれをみんなでシェアすればいいわけじゃん。ネット上でそこのサイトにつなげばいいわけだから、でそれをみんなで寄ってたかって改良すれば一番使いやすいアンケートシステムができるわけじゃん。それがオープンイノベーションで、インターネットはなんでこれだけ普及したかっていうと、水平分業とオープンイノベーションなんですよね。これがリアルな世界に浸透してきてるんです。それが IoT で、そのネットとそういうこう機器がつながることによって、ハードウェアがつながることによって世の中にそれが波及していってるという、シャイというキーワードが適切かは分かりませんが、 AI を活用して仕事をする時代はもうそこまで来てますね。コピーライティングなんかね、AI の得意分野だと思いますけど、小説も作れる時代ですもんね、ミステリー小説とかも、ラノベとかも得意そうですよね。そうですね、確かに。このなんか AI で仕事がなくなるっていう話のきっかけを作った、なんかオックスフォードのオズボーンさんっていう教授の人が論文書いてて、そこは野村総合研究所と日本についても研究したのを出してるんですけど、AI によってなくなるリスクの低い仕事としてコピーライティングが入ってましたね。なんでかというと、やっぱどっかでコミュニケーションが必要になる。例えば電通の人とかの仕事見てても、ほとんどがお客さんとこ行ってお客さんのニーズを聞いて、コミュニケーションによって成り立っているところは結構多くて、ただ単に皆さんこれが一番いいコピーライティングですとかって AI が出すだけだと多分お客さん納得しないんじゃないかなと思うんですよ。僕はでも逆ですね。逆ですか、客がそれを使うと思いますけどね。ああ、ね、AB テストも全部自動でやって、電通自体がいらなくなると、うん、確かに営業がどこまでいるか分かんないですけど、僕はそう思う、思いますね。
どういうコピーライティングがいいかって結構感性の部分もありますけど、政治的なところもあったりするじゃないですか、うん、微妙なところまで AI って把握できるんですかね。だからもう決定権者が作っちゃう、うん、決定権者の AI がいてその人が選べばいいと、うん、倫理しなくていいってことですよね、うん、だから自動でコピーライターが、うん、コピーライターアプリみたいなのがあって条件こんな感じの商品でって入れたら、うん、AB テストまで全部やってもうだからエビデンスも出しちゃう。そういう意味じゃ中間管理職みたいな人はあんまりいらないってことですよね。いらないです、いらないです。もうだから自動で Facebook とかに出稿して、そうすると今の日本企業の構造のままを所有とすると必要かもしれないけども、うんうん、組織自体も全部変わってくるとしたらもういらないってことですね、うん、そうです。それは納得感ありますね。だからそれは僕の理想論なんですけど、うん、それがだからいつ来るのかは分からないけれども、だマーケティングツールなんかもそうですよね。何でもかんでもそうやって自動化される時代に来てるという。だ広告出稿とかまで、うんうんうん、とかテストマーケティングとか、うんうん、そういうの全部自動でできるから、だからアマゾンのコンビニとかできたりとかするとそういうリアルな世界のマーケティングもやっちゃうんじゃないですか。マーケティングはデータ分析が一番重要なところですもんね。 AI とは相性がコピーライティングよりさらにいいですよね。汎用 AI みたいなのあるんで、それを使ってマーケティングにどうやって AI を活用していくのかってところを考えるといいと思いますけど。